はい、皆さんこんにちは、 T です。ニペガです。本日の旅先は安曇野でございます。長野松本から安曇野にかけて夫婦でぶらり旅2日間楽しんでまいりました。どうぞ今日も最後まで楽しんでご覧ください。それでは行ってみよう。時刻は14時14分、東京は立川駅から長野の松本駅へと参ります。実は私たち夫婦3ヶ月前から松本と2拠点生活をしておりまして、はい、まあ、松本遊ぶとこいっぱいありますからね。楽しみ、はい、もう楽しみでございます、はい、さあ本日のコースの発表でございます。本日は何といってもまずは松本でしょということで松本駅へと参ります。いいですね、松本ね、慣れてきました。空気美味しいです。そしてその夜ですね、松本のとある有名な馬肉店へ、ね、そして2日目ですね、朝は松本城へと参りまして、その後穂高駅というところまで参りまして、本日のメインディッシュ安曇野日本一のわさび屋に参ります。あ、ここは綺麗らしいんですよ。その後穂高神社へと参りましてゴールとなっております。さあちべがさん、今回の見どころは何ですか？やっぱりね、大自然とわさびですね。わさび日本一ですもんね。さあ本日も楽しんでまいりましょう。イエイ。さあ松本へと到着でございます。ちょっと一個だけ思ってたこと言っていいですか？なんだ。この特急列車あずさのこちらの列車のお顔、うん、ちょっと悪役っぽいですか？あー、確かに。ちょっとなんかダースベイダー寄り的な、はい、知らんけど知らんかい。いやでもいい顔してますよね。愛着が湧いてまいりました、うん。時刻は16時46分、はい、やっぱりね、松本を3回目ともなってきますと、今度帰ってきた感が、ね、出てきましたね。ね、戻ってきたぞみたいな。そして空気の美味しさにやっぱね、感動しますね。毎回行きますよね、うん。やっぱりビルとかはあるんですけど、空が広かったり山も見えるんで、全然雰囲気が違います。確かに、はい。で今回ですね、お世話になるゲストハウスがこちら一山宿場でございます。こちらでまたね、いろんな出会いがあるのかななんて思うと楽しみですね。確かに。ちなみにですね、オーナーさんと私地元が超近かったんですよね。びっくりして盛り上がっちゃいました。再建せよ、まあ、そう。時刻は21時16分、暗くなりましたが行きましょう、松本の有名馬肉店へと参りました。馬肉バル新三好さんでございます、うん。こちらなんとですね、創業が明治30年ということでですね、もう超超超老舗の馬肉料理屋さんでございます。良さそう。まずはおビールちゃんをいただきましてですね、そして店員さんのおすすめでいただきました長野名物美女椎茸、厚切りですね、美味しそう。そしてバター醤油、間違いない組み合わせでございました、うん。はい、そして本日のメインディッシュ、うわ、馬肉桜鍋でございます。贅沢。食べたことありますか、馬肉のすき焼き？いや、これは贅沢よ。あ、すごいですよね。これ一般的には牛のすき焼きがあると思うんですけれども、こちらのお味はですね、なんと牛だともったりしてるんですけれども、馬肉はさっぱりしてまして、パンもなくて、あ、おペロ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 で食べることができました。いいわね。ビールで流し込んでいきましょう。馬だけにうまかったです。ビールが止まりません。はい、そしてですね、最後はもうデザートと言わんばかりのこちら、馬肉桜刺しでございます。めっちゃ美味しいじゃん。めちゃくちゃ美味しかったです。さあまずはいただきましょう、馬肉の赤身ちゃんでございます。こちら一般的な馬肉よりかはちょっと厚切りになっておりましてですね、非常に美味しかったです。またまたビールで流し込んでいきます。そして一番美味しかった、これ霜降り、贅沢、溶けるのよ。はい、で最後は二重子、こちらは醤油ではなくて生姜と味噌をかけていただく、これまたおつな味ということですね。ペロリンチョでございます。いやー、ごちそうさまでございました。いやー、もう1日目からもうグルメ大堪能させていただきましたですね、うん。2日目に備えてまいりたいと思います。時刻は朝の9時33分でございます。さあ午前中私一人で松本城散策へと参りたいと思います。いってらっしゃい。はい、これ実はですね、前回松本に来た時に雨が降って、そして中には入ることができなくてリベンジという形で今回参ります、うん。さあ
松本城到着でございます。まずは内堀から綺麗な松本城を眺めてまいりましょう。今回は晴れております。おー、綺麗。松本城はですね、日本で唯一黒の漆が塗られているということでですね、こちら白壁と黒壁、非常に綺麗な黒いお城でございますね。うん、かっこいい。さあ、外堀を経て中へと入ってまいりたいと思います。さあ、前回30分待ちでしたが、今回は0分で、比較的だいたい10時ぐらいに行けばすんなり入れるんじゃないかなというところでございました。大人お一人700円ということで、お手頃に、この国宝松本城を眺めることができます。はい、そしてまずいきなりやってまいりました。これ有名みたいなんですよ、松本城の黒門でございます。一般的にはここの門構えのところがだいたい茶色なんですけど、よく見ていただけると黒いんですね。これなんで黒いのかということの言い伝えがあるんですけれども、当時豊臣秀吉の意向でですね、格式高く黒で行こうというふうになったんですけれども、非常にこの当時黒というのはですね、最も階級が高い格調ということで、ここ黒くしていこうじゃないかということで黒門になったみたいなんですね。確かにかっこいいです。今見てもかっこよかですね。いや、よかったです。続いて松本城本丸庭園とやってまいりました。どうですか、綺麗な感じ。やっぱ中に入るとお庭すごく綺麗ですね。いや、いいですよ。さまざま四季折々の花が楽しむこともできるみたいです。しかもですね、この松本城のバックになんと北アルプスを借景することができていて、らら、庭園と松本城と北アルプスを全部セットで眺めることができる、これぞまさに絶景でおつな景色でございます。確かに、いや、たまらんですね。はい、というわけでですね、さあ、こっからいよいよ松本城の中に入ってまいりたいと思います。さあ、城内へと入ってまいりました。私個人的には一番銃が見どころでございました。ただですね、それ以上に1個注意でございます。松本城の中、非常に階段が急なのよ。そうですよね、急すぎて撮影も禁止されてるぐらいでございましてですね、ぜひ行かれる方はご注意ください。さあ、天守閣へとやってまいりました。ご覧ください、天守閣からの景色でございます。わー、ですが、さすがですね、本当にね。しかもですね、この天守閣の景色、これ実は明治時代に松本城を取り壊しにされようとしたんですけれども、景色を保管していきたいという松本住民の町おこしでですね、なんと松本城が残ったと。そして今では国宝になって、そしてこの松本城があるがゆえに、この松本が発展しているという、素敵な、知るほど非常に松本城魅力的な城でございます。うん、いやー、Tさん、リベンジできましたね。リベンジしました、楽しめましたか。こうでした。よかったです、ということで、チーペガも松本駅に合流いたしまして、安曇野へ向かいます。よいしょ。で、松本から安曇野へはですね、穂高駅というところに向かうんですが、 JR の大糸線に乗ってだいたい30分ぐらいで到着できます。でね、また道中のこの景色、田舎の景色が癒されるんですよ。素敵でしたね。そんなこんなで到着いたしました。安曇野という地域は北アルプスに囲まれている山々が本当に素晴らしい地域なんですけど、駅にもね、登山客の方たくさんいらっしゃいました、あとなんといっても水が綺麗。水、駅にね、ペットボトルで湧き水汲んでっていいですよっていう、そういうスポットもたくさんあるので、本当にもう水も空気も綺麗な地域です。ということで、わさみ道園に向かいたいと思いましたら事件です。私たちバスで行く気満々だったんですが、なんと土日しか運営してないということで、どうしようかって話してたんですけど、お、いいものを見つけました。なんとサイクリングで行くというプランがあるじゃないということで、駅の周りにいくつかあったんですけど、今回はこちら信濃庵さんにお世話になりたいと思います。ありがとし。しかもここオーナーさんがめちゃめちゃいい接客、ホスピタリー高くって、おすすめのね、サイクリングコースも教えてくれたので、めちゃめちゃワクワクして行ってまいりたいと思います。レッツゴー。ということで、まずは寄り道せずに一番の目的地、
安曇野わさび農園に向かいます。はい、だいたい自転車で15分とかで行ける距離ですね、はい、ちょうどいい楽しめる距離だなって思いました、うんうん、私たち普段だったらついねタクシーに乗ってしまうんですけど今回はサイクリングにしてめちゃめちゃ正解だなって思いました。というのも見てください、この安曇野の田園風景見てください。まず安曇野という地域がですね平野なので田んぼがこのザーッと開けた感じ、そしてその先に北アルプスが広がっているというですね、もうなんとも贅沢な絶景なんですよ、でこれ車に乗ってたら絶対味わえない感覚で、風を切りながらね大地のこうエネルギーを感じながら走れるっていうのが本当に元気が出るなって思いましたよね。私ですね地元も田舎なんで、なんか中学とか高校の頃青春を思い出すようなね感覚にもなりましたT さん、こういうところ自転車乗ったことあります？ありません。お、じゃあかなりいい経験だったんじゃないですか。大きな経験でございました。さあ到着いたしました、安曇野の大王わさび農場でございます。こちらはですねなんと日本一のわさび農園が広がっているということで有名な場所でございます。東京ドーム11個分らしいです。うわー広いですね。いや本当にそれぐらいいろいろ楽しむことができる農場になっております。さあ今から早速散策してまいりましょう。その前にお腹空いたよねということでやってまいりました、はい、こちらの大王わさびを堪能することができるお店大王庵さんへとやってまいりました、うんうん、大王だらけでございます確かにということでですねこちらのお店の特徴はもう何といってもわさびを堪能、今回注文させていただきましたのは温わさび飯ということで、うん、まあどんなもんじゃいということで見てましたら、まずこちら安曇野の湧き水で作られたお米ちゃんが麺、絶対おいしい。そして、注文しましたらですねこちら出てきました、わさびをすりながら待っててくださいということで、まあ、なんともねわさびを使ったじらしのパフォーマンスをいただきました。結構ね固くもなくすりやすくですね、そしてこれ生で食べたら今までのわさびの概念とは違ってまずとはしません。そしてなんかねこう品があるようなまろやかなお味がします。まろやかでしたね。はい、でやってまいりました本わさび飯でございます。私 T はこちらのおそばちゃんがついたやつを頼みまして、チペガさんはそのままシンプルに本わさびをいただこうと、出た安曇野の湧き水で作られた釜飯ちゃんでございます。間違いない、いやしてましたね、うん、で食べ方はですねこちら右にあります茎わさびをかけまして、うん、お好みのトッピングをしていただくようになっておりました、うん、いやよかったですよ。これどうですかチペガさん。なんか新鮮な本物のわさびってご飯何杯も食べるんだなって、うん、あの全然ツンと辛くなくて爽やかなんですよ ね。もう一回食べたい。食べたいわね、美味しかったですね、はい、というわけでペロリンチョでございました。いやまた食べたいね、うん、ありがとうございました。というわけでこちらの大王庵さんを後にしましてどんどん散策してまいりたいと思います。さあそろそろカフェイン足らんよねということで続いてやってまいりました大王ズカフェさんでございます。こちらの最大の特徴はですねこの安曇野の湧き水で作られたコーヒーを飲むことができるということで、もうそんなの見ちゃったら飲みに来ちゃいますよ、うん、はい、ということでアイスコーヒーとこれチビガさん何ですか。私わさび入りのサイダー頼んじゃいました。はい、ということでペロリッチョでございます。さあということでメインディッシュを散策してまいりましょう。やってまいりました、今回一番見たかったのがこちらです、大王わさび農場でございます。まあちょっとね残念ながらこちら夏はですねこちらの遮光シートが敷いてありまして、なかなか中を見ることはできなかったんですけれども、まあ、非常にこの広大なわさび農場が広がっておりまして、まあ、非常に開放的な雰囲気でございました。でこの時期の楽しみ方どうなのよということで、奥の方に行くとですねこういうわさびを育てている湧き水に触れることができるんですね。この湧き水が暑い夏の日差しの中にめちゃくちゃ気持ちがいいんですよ。もうここの湧き水に触れながらボケっとするだけでも楽しめましたね、うん、さあ最後はですねこちらのデザートの名物を食べようじゃないかということで行列ができておりましたので同じく並んでみました。温、うん、わさびソフトクリームだと、これは食べなあかん、食べなあかんです。はい、ということでいただきました本わさびソフトクリーム。
私ねこういうの大好きなんですよ。このソフトクリームの甘さにわさびのピリッと感がねなんか無限に食べれちゃうやみつきな美味しさでした。ペロリンチョでございます。美味しゅうございました、うん、いや最後のデザートも大満喫いたしまして今から移動してまいりたいと思います。さあそんなこんなでいかがでしたでしょうか。大王わさび農場、いや私わさびご飯また食べたいです美味しすぎて最後の晩餐あれでもいいかなぐらい、最後の晩餐それぐらいね感動しました。もうねシンプルイズザベストで死んでよかったなって思う瞬間でしたねうん。ジベガさんなんか悟りを開かれたようで、まあそうですよね、まあ、普段お肉海鮮お酒とかありますけども、うん、もうわさびでご飯で醤油でしょとまた食べに行きたいなというふうに思いましたね。安曇野ならではの楽しみ方だと思います。確かに、まあ、この地のものを食べるってなんかね幸福度が高いですね。はい、というわけで帰りはですね、まあ、このように本来のルートとはまた別のルートをご紹介いただきまして川沿いを走るということです。帰りもまた非常に気持ちよいございましたね。はい、というわけで次の観光スポットへと参りたいと思います。時刻は16時11分、最後はこちらにやってまいりました。穂高神社でございます。こちらもですねとっても有名なパワースポットで御利益もたくさんあるんですけど、まあ、金運商売繁盛、あとは健康だったり厄除けだったり夫婦円満もございますよということでお参りしてまいりましょう。はい、で中に入りますとですねやっぱり空気がガラッと変わるなと思ったんですけど、ね、とっても綺麗な神社ですごすごしい空気が流れてました。でお参りしましてその後私たちね御朱印をいただきましたので、はい、こちらゲットいたしました。すごい可愛い、可愛い、ね、これ季節限定のお月見のやつゲットしちゃいました。可愛かったです。そして最後はこちらのパワースポット、じゃん、紅葉杉というね樹齢500年以上のこのまっすぐそびえ立つ立派な紅葉杉さん、こちらね邪気を吸い取ってくれるということで私たちしっかり吸い取ってもらいました。吸い取ったんですね。はい、お疲れでございます。うん、さあ無事に到着でございます。レンタサイクルシナノアンさん本当にありがとうございました。まあバス休みでよかったね本当に、うん、今にしては引き寄せたなと思いますね。引き寄せましたね、はい、というわけで本日の旅は終了でございます、うん、またねこういった旅動画夫婦でぶらついてますので、はい、まあ週1ペースでできるだけ上げてまいりたいと思いますので、まあ、次回の動画も皆さん一緒に楽しんでもらえたらなというふうに思います。はい、ということで次回は相談長野以降、次は上田、そして秋の松茸を大堪能する上田ぶらり旅へ参りたいと思います楽しみですね。というわけでぜひぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でもお会いしましょう。本日もさよなら、さよなら、さよなら。